演武開演。本日は奈良県のご当地の柿の葉寿司を食べたいと思います。こちらの駅がどうやらすごく人気のあるお弁当みたいですね。なので今から食べるのは楽しみです。ではこちらの駅弁、どうやらすごくおすすめの品物みたいですね。ではまず開けてみます。あーなんか高級感あるね。ありますね。中はこのようになっていますね。この中にサバがあり、鮭があるということなんでしょう。そして生姜もしっかり常備してくれています。ではまずは一つ目オープン。サバですね。いただきます。お米もサバも新鮮で美味しいです。噛んだ瞬間に酢飯の甘い香りとサバの旨味が口に広がって美味しかったです。では続きましてこちら鮭をいただきたいと思います。わさびも入ってないんですね。嬉しいです。本当に負けてないですね、あなたも。鮭の方もサバとは違う旨味が口中に広がり、酢飯とよく合ってとっても美味しかったです。これだけ美味しいなんて、ご当地グルメと駅弁、やっぱり旅には欠かせませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。